もう週の始まりの月曜日から日曜日まで7日間ね、毎日連続でスタンプミッションやって7個貯めていくっていう、そういうスタンプチャレンジがあるんですけど、これなんか僕毎週毎週ここ5週間ぐらい連続で1個ずつ足りないっていう謎の妖怪に取り憑かれてるんですけど、これなんすか。なんでこんな毎回俺なんだろうね、なんかどっか必ず1個足りないんだけどさ、なんかそれ1個さまとめてほしいよね。なんかあの怠けちゃった日ちょっと連続でまとめて、なんか1週間全部怠けて他のとこに埋め合わせしてほしいよねって、ちょっと何言ってるかよくわかんないかもしれませんけど、前回ね私ワーツアップポップをミス、なにこれ対象楽曲なんだ大会ので、なんかこのワーツアップポップをねミラーでやったんですけど、その時にやりやすかったので、この難易度33の2曲をちょっと設定の方いじくりさせていただきまして、ミラー譜面にしたら意外とやりやすいのではないかという、手抜き企画を思いつきましたので、やっていこうかなと思っている次第なんですけど、まず先にこちらやっていきますね。その後16ビットホワッツアップ戦争やっていきます。あ、って思ったけどさ、これ別に好んで33以上ってマジでやらないし、あ、でもこれは比較的気持ち悪い、ちょっと待って気持ち悪い、待って待って、もうやだやだ、なんかもうこれあれだ、ちょっと慣れてるからあれなんですよ。これなんかちょっと楽曲そのものがちょっと人気じゃないですか、そもそもがね。だからまあちょっとみんなでライブとかやってると、まあ、結構あのハード選ぶんだけど、結構選ばれる方がいて、まあ、その方大体この曲選ぶ人大体ハード選ぶんだけど、でなんかその方が結構選ばれて、なんか何回も やらされてるんで、あん、ここ聞き、ん、俺なんか聞き手になってるわこれ、ん、これやりやすい説ある。だからね、なんかこれはちょっとやりにくいかも。 なんでかというと、もうすでに普通譜面の方で慣れちゃってるから、ちょっとなんかミラーにしたら、うわ違和感、気持ちすげえな、違和感感じるね、頭痛痛いね、わかりますこの感じ。ちょっとみんなも今ちょっとスマホで見てる人いたら、ちょっと指でやってみて、この画面上に手を置いてあの YouTube 見ながらそんなトントコトントコ音ゲーの練習して、やばいよね。なんかよく学校とかにもいるよね、なんか机で音ゲーの練習みたいな、チューニズム練習とか。え、ここだけの話していい、気持ち悪いからね、めちゃめちゃ。うわ、なんかこのもう今のドゥルルルのとこですらなんか形気持ち悪い、違和感感じたね。ここマジ神曲、これバカ神曲じゃない、ここじゃじゃじゃーんじゃーんじゃ。いやでもね、僕はねどっちかといったらこのリメイク版も好きなんですけど、まあ、何回も言うんですけど、このポータブル版に入ってるね、太鼓の達人ポータブルに入ってる原曲音源かなの方が好きかな、どっちかといったら。ちょっとこれアレンジされてるんですけど、でなんだかんだ言って、ちなみにえ、これちょっと結構すごくない、俺コンボ結構つながってんだけど、1000コンボぐらいいってなかった今。ちょっとコンボに目取られ、ま、引き取られますけど、これフルコンの兆し割と見えてない、これ全然かな、まだまだまだ全然かな。でこっからよね、問題のシーンいきますね。ああ、ここ意外と発狂シーンが左右対称になってるからかな、譜面が。あ、意外とやりやすい。え、ってかさ、ちょっと待って、お、ちょっと待って、え、俺やばいことに気づいたかも。これなんかさ、いつもさできないからとりあえず適当にやってたんだけど、なんか今回さ、なんか若干気持ち的にね、いつもはなんか適当にやってたんだけど、なんか新鮮な気持ちじゃないですか、このミラーにしてるから。だからなんかちょっとあれやってたんですよ、なんか真剣に指押しでさ、ちょっと本物に本物本マジで譜面見てやってたんだけど、ちょっと待って、言葉で全然出てこない、ちゃんと譜面見てやってたんだけど、なんか今見えた気がする、こうやってやればできるんだみたいな、なんかその道がなんか何箇所か覚えればフルコンはなんかいきそうな気がしてきた今一瞬、あの地帯だけでも。なんか最後の方の歴史に知らないみたいなとこ、あそこのちょっとなんか第2発狂みたいなとこはちょっと厳しいんだけど、いやなんか一瞬さ、創作面いつもやってる感覚、校内と創作面いつもやってるんだけど、それぐらいの感覚でちょっと真面目に譜面見てたらなんか今見えた気がした、譜面が。いやこれ成長じゃない、ほらなんか3と10ぐらいしか見せてないし、いやこれいけるんじゃない、いけない、ちょっと甘いかな。なんかさ、プロセカ上手い人ってなんか高難易度なんかどう、なんだろう、これせっかくなら大会モードでやってみようかな。これ大会モードって何これ、あ、これなんかキャラと、あ、まあまあいいか別に、なんかハードじゃないよ、間違えた、あの回復とかしないパーティーかな、まあ、回復なしいけるよね。なんかそのさ、ランカーさんとかさ、高難易度曲をいかになんかおもろい運指でやって見せプするかぐらいしかもう今やることがなくなっちゃってると思うんで、なんかもうすぐ闇鍋とか来るじゃないですか。そうだからなんか、まあ、ミラー AP とかさ、まだなんかやってない方いたらやってもいいと思うし、なんかもう本当になんか、あ、これミラーなってなくない、わかんない、ちょっとあのわかんない、この譜面そうじゃん、この譜面なんか意外と選ばれなくない、でこれわかります、みんなでライブガチでの人いたらわかると思うけど、なんかバグめっちゃ選ばれない、バグ、あとノンブレスオブリュージュ、わからない、あれと
あと日だまりの刹那めっちゃ選ばれない、これ分かる人いない、てかこれミラーになってるかちょっとどうか分かんない、なんかあんまりこれ選ばれなくないこの曲意外と。あとなんだろう、なんかみんなでライブあるある言いたいな、俺めっちゃあるんですよみんなでライブつっててるから。なんかあとカイトとかメイコの単独意外と選ばれがちっていう、でそれやると誰かが切りがちっていう、これわかります、ね、これミラーになってなかったらごめんなさい、あミラーになってるわ、ちょっと気持ち悪いわ、なんかやっててあーなってる気がする、だってなんかあれだもんね、音程が上がるときに左から右に行くのに右から左に行ってるってことはなんか下がってる感じするし、ほらこことか、あなんかなってるねミラーに。えでもすごくないこれ、なんかほぼ初見でよ、もう ここまで来たらもう全然ちょっとそれ語弊があるけど、ここサムネにしたわ、懐かしいな、これもう1年ぐらい前ですよね、いやそれは嘘かな、ちょっと半年ぐらいかな、闇なめ来るしね、もうそろそろね皆さんもあれじゃないですか、ちょ危ない危ない、ちょっと待って危ない、ちょ無駄口あんま叩いてる暇ないっていう、これ33だからね皆さん。でちなみに私コンボつながってます、さっきのなんだっけ、ま、初音ミクの初出も1000コンボぐらいつながったし、今回もちょっとコンボつながせていただいても、俺ワンチャンさ33ワンチャン頑張ればフルコンできるんじゃない、何回大パンしなきゃいけないのか分かんないから、ちょっと台が持つか分かんないからちょっとやめるけど、その企画はなんかワンチャンいけそうじゃない、これだって1000コンボ普通につながってる、えこれ今ミラーだよね、だってミラーでこれつなげるってもうなかなかじゃない、まあ、ミラーの方がやりやすいっていう本来の企画をちょっと忘れてましたけどね、これなんかもうこの辺とかもうつなげれ、もうほぼつながってますからね、もうこんなつながってるみたいなもんですからね、いやマジマジもう本当に、でこんなもう適当にバシバシ待って本当に、えなんかこれ頑張って覚えればいけそうじゃないこれ、いや BPM 全然違ったわ、そういう感じで24目ね、でここねちょっと待って、これ右手でいくわ、ちょっと待って右手で、じゃあいくよ、右手でいくわ、こうね、はい、えこのさ右手のさいじり岡田スタイルめっちゃいけるわ、ちょっと待って今わかる、なんか左手だけで黄色叩いて右手だけでいじり岡田スタイルわかる、あのチクチクチク、あの右手だけでさ中指と人差し指でこうチクチクチク、あこのスタイルめっちゃいけるわ、今なんかさ三田さんにちょっと僕憧れちゃってる系音ゲーマー地球男子だから、なんか交互でやってたんだけど全然できなかったんだけど、なんかこの右手でやる感じめっちゃいける、いじり岡田スタイルめっちゃいける、ちょっと待ってこれ、えワンチャンいけるかもしんない、これなんかしかも変な記録残しちゃったんだけど、これ何、しかも朝5時50分っていう恥ずかしい記録も残っちゃったんだけど、やめてくんない、朝5時50分にプロジェクト世界に向かって一人で喋りかけてるの俺だけだからさ、本当に恥ずかしいからそういうのやめてほしいわ、でなんかスタミナ消費しようかなと思ったのに大会ものだからスタミナ消費されてないしさ、いやこれワンチャンいけるわ、大会出ますわ、本来の目的忘れたけど俺もう大会出るわマジで、ちょっとこれ申請するんで、まあ、通ったらてか第一次予選申請してねえわ、